日本は雪の強まりに要注意です。ここでお天気報告を見ていきますと、日本海側を中心に雪の降る報告が多くなっています。天気の移り変わりを見ていくと、今日は1日を通して雪の降りやすい状況が継続してしまいそうです。雪がピンクの色を表しております。今日の時間帯見ていくと、やはり1時間ごとに見ていても分かる通り、雪が断続的に雪が降りやすい天気となっていきそうです。ここで予想積雪量も見ていきましょう。ご覧の通り、日本海側を中心に雪の降りやすい状況、多いところですと20センチ前後新たに雪が積もってしまう恐れがあります。今日はこまめな雪かきが欠かせません。路面状況の変化にお気をつけください。以上、北日本の情報をお伝えしました。